小林純志郎は、日本岩手県岩手郡松尾村出身の、ノルディック複合、スキージャンプ選手。森岡中央高等学校、東海大学を経て雪印メグミルクスキー部所属。妹の小林悟か、長尾唐の小林良幸、末弟の小林,の小林龍奈をもスキージャンプ選手である。高校時代は、ノルディック複合の選手として活躍し、3年時には、 ノルディックスキージュニア世界選手権の複合、個人スプリントで優勝、小林則人以来日本人二人目となる金メダルを獲得した。しかし、もともとジャンプが得意であり、高校一年時の全国高等学校スキー大会で優勝、高校三年時の第11回伊東杯シーズンファイナル大、倉山ナイタージャンプ大会では、 天候不良のため一本のみで決勝したものの、青年組の選手を抑えて優勝するなど、ジャンパーとしての才能の片鱗を見せた。東海大学国際文化学部地域創造学科に入学後、2年時の2011、2012シーズンより、本格的にスペシャルジャンプに転校すると、第12回札幌市長倍大、倉山サマージャンプ大会で2位。 白馬でのスキージャンプサマーグランプリでは2000連続トップ10位立ち、ジャンプ転校1年目にして、スキージャンプワールドカップ日本代表入りを果たした。このシーズンの W 杯個人戦最高成績は1月6日のビショフスホーフェン大会での16位。翌2012から13シーズンも W 杯代表入りしたが、総合60位。2013から14シーズンは、 札幌大会の2試合のみの出場でポイントなしに終わる。2014から15シーズンは、再び W 杯代表入り。ユニバーシアード冬季大会に出場し、混合団体で優勝、男子団体で2位を獲得。その後世界選手権に初出場。3月12日、W 杯トロンハイム大会で W 杯個人戦、自己最高の13位に入り、総合44位。 2015から16シーズンも W 杯、代表入りしたが、総合61位。2016から17シーズンも W 杯、代表入りしたが、総合54位。2017から18シーズン、11月3日の、全日本スキー選手権大会ノーマルヒルで、初優勝。2位は、弟の両行が入り、1990から91シーズンの東ず弘。 東和弘兄弟以来、27シーズンぶりの兄弟での1位、2位となった。11月19日、ポーランドのビスワで行われたワールドカップの第一戦で、1回目に124メートルで2位につけ、2回目に126.5メートルを飛んでワールドカップ初優勝。日本勢の W 杯優勝は2014年11月のカサ範明以来である。 年末年始のスキージャンプ週間では、全4戦で、トップ10入りし、総合4位となった。ピョンチャンオリンピックには、日本勢最高の W 杯総合8位で臨んだが、個人ノーマルヒルで31位、同ラージヒルで24位に終わり、団体戦のメンバーから外れてしまい、初めてのオリンピックは不本意な結果で終わった。最終的には今季日本勢最高の総合11位で、 シーズンを終えた。2018から19シーズンの W 杯開幕戦に出場するために出国する際、5月に一般女性と結婚していたことを発表した。W 杯個人戦はトップ10入れは2度だけだったが、個人戦全28戦中25戦でポイントを獲得し、総合19位タイでシーズンを終えた。世界選手権では3種目に出場し、 個人ノーマルヒル、ラージヒルとも17位で、ラージヒル団体で3位となった。2019から20シーズンは、サマーグランプリより参戦し、ヒンターザルテン大会の混合団体2位、ザコパネ大会の男子団体優勝などのメンバーとなった。国内戦は全日本選手権ノーマルヒルなどで優勝。W 杯は、 個人開幕戦のビスワ大会で10位に入るなどし、総合30位でシーズンを終えた。2020から21シーズンは、コロナ禍のため10月以降の開催となった、サマージャンプ国内戦は7戦中、2位2回、3位1回となり、ワールドカップへ向かった。ワールドカップでは、個人開幕戦のビスワ大会の15位が最高で、総合33位であったが、 フライングの団体戦では20年ぶりの表彰台となる団体2位のメンバーとなった。また途中で参戦したコンチネンタルカップでは8戦中表彰台2回を含む1桁順位7回の成績を挙げた。世界選手権では個人戦で出場しノーマルヒル29位、ラージヒル32位であった。ありがとうございます。